賛美歌は、キリスト教において、礼拝や集会等で歌われる、神を称える、歌のことである。賛美という場合には、賛美、賛美のどちらの文字も使われるが、賛美歌集の署名には賛美歌の文字を使用することが、多い。聖歌とも呼ばれるが、以下に説明する通り、聖歌は、賛美歌より、多義的であり、指すものの範囲が広い。賛美歌の曲集に、 成果のタイトルが付けられている場合も少なくないが、賛美歌というタイトルの曲集と、成果というタイトルの曲集に本質的な差異はない場合もあり、編集の基準も同様となっていて、同じ曲を採用している場合もある。なお、カトリック教会では、成果と呼んで、賛美歌とは呼ばず、歌の内容も異なるものが多い。モーセが後悔を渡った後で、 エジプト軍が波に飲まれるのを見たとき、モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。とあるのが聖書における最初の記事である。詩編は歌った、歌うと書いてあるので、これらはその時代の賛美歌の歌詞であると考えることができる。新約聖書では最後の晩餐の後、一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。等の記事が見られる。 パウロは、新約聖書時代の当時歌われた歌を、詩と賛美と霊の歌という三種類に分類している。教会音楽詩家、エドワード・ディ・キンスンは、歌を、詩編、賛美を、詩編以外の旧約の歌、霊の歌を、初代教会の信徒の夜、創作賛美歌としている。初代教会では、旧約聖書の歌を受け継ぎながらも、古い歌では表現しきれない信仰体験を表す。 ための賛美歌を創作していたと思われる。このように、歌を持って礼拝する伝統は、聖書の時代から、キリスト教教会に存在していた。ただし、競技の賛美歌の歴史は、中世末期頃に始まる。初代教会より、手拍子や打楽器等を用いて、民衆的賛美が礼拝に持ち込まれることが、慣例化していた。そのため礼拝の行動性を維持するために六十七年に、 ガオデキアの宗教会議で礼拝で打楽器の使用と、回衆が歌唱に参加することを禁止した。その後、教会音楽は、宗教改革まで聖歌隊が独占するようになった。聖法教会で最初に賛美歌を作ったのは、ヒラリウスであると言われている。小アジアへ亡命していた時に聞いた、東方教会の賛美を聞いて、ラテン語の歌集を表した。その後、アンブロシウスが、 ミラノ教会から追放されそうになった時に人々が団結して教会都市教を守った。その時に改修を鼓舞するために東方教会の風習に習って聖歌が歌われた。その後アンブロシウスの歌はミニ集に広まったが教会の礼拝では用いられなかった。ローマ教皇グレゴリオ一世がそれまでの歌曲を改編してグレゴリオ聖歌を作り上げて ローマ教会の公認の成果になった。旧世紀に、セクエンチアという神経式の歌が現れ、ミサの中に取り入れられる。創始者は、スイスの修道士のオトカーであった。さらに、クリューニーのベルナールになると複雑なものになり、12世紀の聖ビクトルのアダムによって完成された。レオ10世の時に、聖歌の統制運動が起こり、クレメンス7世の時に公認され、 統制された歌のみによって、未知書が成立した。ルターの宗教改革は、ドイツ語聖書と信仰問答書と賛美歌によって進められた。プロテスタントの最初の歌集は、8歌集である。そのうち4曲は、ルター作であった。ルターの賛美歌は、初期は改革運動のために、意思的、戦闘的であった。後期になると、教会的、教訓的になった。 この時の賛美歌作者には、ルターのほか、デキルス、バイセ、ヘルベルト、ニコライ、ヘルベルガーなどがいる。30年戦争後のプロテスタント教会は、形骸化していった。人々は、心の潤いを、中世の神秘主義に求め、経験主義が起きることになった。この時代の賛美歌は、個人的、神秘的である。この時代の作者には、リスト、パウルゲルハルト、 ノイマルク、シェフラーなどがいる。18世紀半ば以降の近代主義のヨーロッパにおいては、神学が哲学化されて、合理化されて、自由主義化した。教会は、霊的に無力化していた。賛美歌も、16、17世紀の古い歌の不適切な、用語や不規則な因律が修正された。しかし、19世紀初めに、その反動としての福音主義が起こった。 この時代以降の賛美歌は、聖書的表現と、健全な距離を結びつけて、福音的な内容になった。作者としては、ゲラート、フリードリヒクロプシュトック、クラウディウスなどがいる。イギリスの賛美歌の源流は、ラテン語聖歌と、イギリス古来の宗教的ミニオートドイツの賛美歌と、英訳聖書である。18世紀の初めに、アイザック・ウォッツによって、 最初の賛美歌集が出版されると、次々に賛美歌が発表された。ヘンリー・パッセイの宗教改革から1700年までが、イギリス賛美歌史の第一期である。16世紀中頃、ヘンリー・パッセイの付き人であった、スタンホールドとその弟子ホプキンズによる、旧約史変化と17世紀の終わり頃に、テートと宮廷牧師、プレーディが作成した、新約史変化が出た。 これらは一般社会にルフした。1700年からの100年間を第2期とする。アイザック・ウォッツによって創作賛美歌がブームになった。メソジスト運動が起こり、チャールズ・ウェス・レイが信仰体験を賛美歌にした。それに、神学的に対抗してカルバン系の詩人も現れた。この時期の賛美歌の特徴は、被告協会教徒による作であることと、 主観的、体験的が、賛美歌であることである。この時期の有名な作家に、トップレディ、ージョン・ニュートン、クーパー、フォーセットなどがいる。英国国教会が、オックスフォード運動を中心として活気ついた1800年以降が、第3期である。国教会派の歌人を中心に進展した。特に、ユニテリアン派とスコットランド長老派は、優れた歌人を多数輩出した。 この時代の作者には、レジナルド・ヒーバー、ライト、ベアリング・グールド、ジェームズ・モント・ゴメリ、バウリング、ホレーシャス、ボナー、マセスンなどがいる。現代では、1970年代以降、グラハム・ケンドリックなどが、コンテンポラリー・ワーシップ・ミュージックの新しい賛美を開拓している。1620年にピルグリム・ファーザーズがアメリカに上陸した時には、 イギリスの詩変歌を歌っていたが、1640年には、植民地独自の詩変歌、ベースアームブックを出版した。長らく詩変歌のみで礼拝する時代が続くが、18世紀の中頃より、アイザック・ウォッツの詩変歌と賛美歌集が使用されるようになった。独立戦争以降、アメリカでも創作賛美歌が作られるようになった。独立戦争から、新興復興運動までの、 第一期は、イギリスの賛美歌の影響下にあった。18世紀のイギリスの賛美歌にあるような主観的、体験的傾向が強かった。信仰復興運動が起こった、1860年代から1900年までが、第二期である。この時代は、アメリカ独自の、福音唱歌が作られた。大衆に合わせて、歌詞は平易で、旋律も歌いやすいものになった。その反面、 文学的、音楽的価値に乏しい。1900年以降の第3期は社会的賛美化が広まった。社会的賛美化は社会問題をキリスト教的に解決しようとする運動に関係がある。個人の救いよりも社会改革に重点を置いている。神の国、労働、人類愛、国際精神、世界平和などを主題にしている。 1960年以降、賛美歌に大衆音楽ポップスなどの要素を取り入れたコンテンポラリー、クリスチャンミュージックが発展して社会的に影響を与えている。日本にプロテスタント宣教師がトライしたのは1859年であった。1872年横浜で開かれた第一回宣教師大会の時にジェームス・バラが 三尾化の翻訳案を提示したのが最初のプロテスタント三尾化であると言われる。1874年に組合派、長老派、バプテスト派、メソジスト派などから8種の歌集が出版された。1903年に別所梅之助らが各派共通の三尾化を出版した。大正時代の半ばから三尾化の改定の要望が起きて1931年に 別所梅之助らが改訂を行い、賛美歌の改訂版が出版された。戦後になって、吉木康氏らが中心になって、日本キリスト教団賛美歌委員会による賛美歌が出版された。中田うごが編纂、翻訳して、成果がよく使われていた。1997年、日本キリスト教団賛美歌委員会による賛美歌21が出版された。 日本協会音楽研究会和田賢治の編著による聖歌日本福音連盟の新聖歌編集委員会により編集された新聖歌なども刊行されている2004年にエルフェンリートがアニメ化された際に主題歌リリウムがラテン語かつかしがキリスト教由来のために長年なかった待望の新作賛美歌として世界の賛美歌合唱団に採用された ほとんどの賛美歌には、題名がついているものの、古い賛美歌や、作者不明のものなど題名がわからないものも多く、歌を探しやすくするためもあり多くの賛美歌集には、歌ごとに番号が付けられており、題名が書かれていないものや、最初の一句を、題名の代わりに書いている、賛美歌集も多い。歌詞の1番、2番を、賛美歌では、不死という。これは、1番、2番、 というと、その賛美歌ではなく、賛美歌集の一番、二番、という意味になるからである。賛美歌はいくつかの節を持っているものがほとんどである。しかし、前半が毎節違う歌詞で、後半は前節同じ歌詞となっているものも多い。この後半部分を折り返し、または繰り返しと呼ぶ。英語ではリフレインである。前半を読書で歌い、 後半を合唱で応答するという形式の名残であると考えられる。ミーターは歌詞の音韻上の形式で、節の中の音数のことである。同じミーターの曲は、首と曲とを入れ替えて歌うことができるため、欧米にはこれを利用した歌え歌の習慣がある。標準的なミーター、伝統的な賛美歌は、コラールの編成、すなわち、 混性四部合唱の編成で書かれることが多い。実際の礼拝では多くオルガンで伴奏される。個々の賛美歌には名前がついている場合が多い。しかし、賛美歌には替え歌の習慣があり、同じ詩に異なる曲がついていたり、同じ曲に異なる詩がついていることが多くある。また、同じ詩に違うわけがついている場合がある。このため、次のように歌詞や、 曲それぞれに名前を付けて呼び、区別している。また、賛美歌集の番号で呼ばれることも多くある。ありがとうございます。